ちは。2023年4月19日です。道の駅横綱の里福島、それと白神岬ですかね、そっちの方に行ってみようかなというふうに思います。この道の駅はですね、青函トンネルのとつながっているところですね、工事やったところですね、福島町、そして横綱千代の山ですね、それと千代の富士記念館というものが、横の方に、併設されております。ここは生産日本一を誇るスルメイカを販売する物産センターも、併設しているということです。この道の駅、さほど大きな道の駅ではありません。小さな道の駅ですが、売店があります。トイレは24時間トイレが利用できるようになっています。横の方にはこの千代の富士の記念館が併設されておりました。この売店の中はですね、撮影禁止ということだったんで、撮影はできませんでした。ちょっと覗いてみたんですが、まあ、結構海産物、売ってたみたいです。まあ、さすがスルメイカ日本一だということ で、ですね、それから、昆布もそうですね、昆布もこう販売しているという道の駅です。ここを過ぎまして、次に向かいますのが白神岬です。北海道の最南端ということですね。対岸の津軽海峡の対岸のタップ岬ですけど、あそこまでは19キロ、約20キロだというところで、まあ一番こう津軽海峡の幅が狭くなっているところなんで、ここで、海底トンネル、青函トンネルを、掘ったということのようです。まあその記念館などもあるところです。まあ、なかなか綺麗な海で、天候もですね、ここまで来ますと回復してくれました。まあ、天気が良くなればいいなと思いながらですね、別にお願いすることもなく、いいなと思いながら来たら、ちゃんと、天気が良くなってくれました。まあ、私が撮影するとき、ほとんど雨に当たったこと1回だけありましたかね。あとはないですね。道中雨が降ってても、現場に行くと、雨が止むということで、です。まあ、これも、フォースと共にあらんことを、神仏と共にあらんことをということで、お願いして、来るからだと思います。まあ例によってですね、今日はどこ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 行きますんでお願いしますということです。それから、交通安全、恐ろしい目に遭うことなく、合わせることもなく、無事行って無事帰ってこれますように、で留守の間は何事もありませんようにということを、お願いして出てまいります。まあこういうことをやることによってですね、まあ神仏も聞いてくれるんじゃないかなというふうに思います。車で運転しているときは、美しい風景をあちこちキョロ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 見ながら、神仏と科学の融合はどうしたらいいのかなということをですね、考えながら、走っていきます。なかなかですね、神仏と科学の融合難しいテーマですよね。まあ いろいろこう調べてはいるんですけど、まあいろんなことが出てきますが、果たしてそれがそうなのかということはいまいち分かったことはありません。まあ神仏は神は宇宙人であるということは、これは間違いだということがだんだん分かってきましたね。本当の昔の昔ですね、本当の昔の昔の頃はですね、やはり、宇宙人が円盤に乗ってくると、ああ、あれは神だなということになったかもしれませんが、じゃあ今の段階で、神とは何ぞよと考えますと、古代宇宙飛行施設ではなかった。昔はそうですよ、昔は古代宇宙飛行施設が正しかった、確かにそうだと思いますが、今の時点においてはそうではないなと、別の何かが、存在しているなということがだん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 分かってきました。まあ量子力学のことを少しだけ、調べますと、ああそうかということがなってきますので、あくまでもユークリッド幾何学数学ですね、1たす1は2だとか、そういうことが決まってことではないということで、まあ仏教という縁起の、ことも絡んでくるかなというふうに思いますと、そうなってきますと、なかなかこの神仏と科学の融合というのは非常に、難しいですね。神仏を科学的に、説明するということはまだできません。ですが、どういう理由によってこうなってくるのかなということは少しずつ考えて、そして、ちゃんとお願いしていくと、全てうまくいく、ポン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 とうまくいきますよ。それはなぜかということも分かりませんね。それから、いろんな方とお話、いろんな方の間でお話してもですね、私の知らないことは聞かないですね。ちゃんとお願いしていくんですよね。私の知らないことは聞かないでくれ、っていうんですよ。で時々話すと、いや、よく知って
ってますね、一徳さんよく知ってますねっていうこと、それは知ってることだけしか聞かれないからそういうふうになるんですよね。知らないことは知らないんですよ。ですから、相手が質問する、聞いてくることは全部知ってることばっかりだということで、それをまあお願いしてからそういうふうになるんですよね。なぜそういうふうになるかってことも、分かりませんが、この世はバーチャルの世界であるというのが一番最有力的な今のところ私の考えですけども、バーチャルの世界、そして、3次元に見えてますけど実際は2次元であるということですね。2次元の世界を見て脳の中でそれを3次元に構成してるんじゃないかということですね。いわゆる騙し絵とかいろいろありますよね。ああいうの見るとやはり、2次元で見てるのになんで3次元になるんだと、目は2つしかないから見たところでステレオでないかということで見るんですけど、それはなんで立体的に脳みそで、処理されるのかという、ことですよね。じゃあ触ったものは全て立体的に触れるんじゃないか、ということなんですが、それはまあ、電気信号、触覚が、神経回路を伝わって脳に伝わり、脳が処理してくれるということで、脳はシナプスと電気回路、ですよね。その構成である、コンピューターと同じような、原理だとは思うんですけども、それでまあ処理してるということみたいですが、詳しいことはわかりません。今回はですね、横綱の里、福島をご覧いただいて、そして、白神、岬ですか、そこもご覧いただけてるんじゃないかなと思います。綺麗な青空、そして青い海というふうに、なってます。海の色もですね、変わりますね。この辺来るとですね、濃いブルーになりますね。で、走っていくとこう白っぽい海にもなるんですよね。変わったとこですね。太陽の光の関係なんでしょうかね。太陽が 上から照らすとちょうど下まで見えてブルーに見えて、横からだとこう乱反射して白っぽく見えるのかもしれませんが、海の色が変わって見えるところです。潮目といいますか、その境目も、はっきり見れるようなところです。このルートはですね、結構距離的には長いんですよね。ですが、道の駅がそこそこありますんで、道の駅に寄りながら、休みながら、ゆっくり、ドライブしていけるんじゃないかなというふうに思います。この次行くのは、松前城ですね。松前城の桜を見るために、走っていきます。いつもこの時期になりますと、松前まで車で走りますよね。最初の頃はですね、日本海側はずっと走ってきたことありますよね。家からスタートしまして、で、一気に松前まで1枚ということで走ったですね。あの時は結構距離あったですね。何キロあったんですか、350、60キロあったと思いますよね。着いた時は暗かったですね。ああ、疲れたということで、やりましたけど、この頃はそういう無茶はしません。ゆっくり休みながら安全運転でキョロキョロしながら、走っていくようなことに、なってますが、本当に最初の頃はかなりの距離を走ったなということですね。キャラバンも比較的クッションが柔らかいんで、ふわふわしてるんで、その点は意外と楽なんですよね。ただボデンが大きいんで、坂道になってくると減速します。下り道になってくると増速するんですよね。スピードが、なかなか一定を保つためにはこまめにギアチェンジですね。私の場合は5速なんですけども、5速と4速を時々切り替えながら、走ってますか。ガソリン車なんで、非常に静かですね。リッターあたり10キロ走ってくれます。最初は 11.5 走ったんですが、だんだん燃費が落ちてきました。圧縮も下がってきたんで、今 10.5、11キロですね、なってきましたが、まだまだ、いけるんじゃないかなというふうに思います。ガソリンの方もですね、150円台のスタンドが結構増えてきましたね。ガソリンも安くなってきたんじゃないかなというふうに思います。車中泊をしながら、気楽な、3泊4日の、旅ですね。最初からこうとこうとこうを撮影しようということを、考えて、出てきてます。今回は、ちょっと違ったことを話してしまいましたが、そのうちまた、神仏のこと、チャット GPT を使って、少しまた、の動画を作ってみようかなというふうに思いますが、今回は、品上、岬ご覧いただけてるんじゃないかなと思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。失礼いたします。